待て、あれこっち大丈夫、行って大丈夫、行って大丈夫かな、俺こっちで行って、鍵がいる、よし。こっからかよ、しかもめんどくせえ、また覗きシーンからかよ、めんどくせえな、もうよし。とはスキップスキップだ、スキップだこの野郎。なぜこれを閉めない、閉めればいいだけの話なんだわな。よし、ここでのセーブ。声は聞こえると、というわけでこっちに行く。穴覗かない方針で行こう。え、こっちな、ここ何、どっちみち穴覗くしかないか。で、すぐ左に移動する。で、でだな、この辺で負けるかな。 OK、 戻れる。あれどうなってんの。ここでこれ一体機体するしかないけど、よし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 、意外といけるかも。すっごいぞ、お前。ちょっと待て、危ないって、お前。よし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 、危ない。怖いな、これ。あれ長くないか、お前。ちょっと。ちょ、待て。ここ入れるかな、これ。入れた。うっとー。ふん、ざま。諦めたか。うん、間一髪や、確かに。確かにね。で、剣、なんで剣があんねん。剣を手に入れた。ジュンさんになってるし。なるとは思ってたけどね、これ。うん。理不尽すぎるだろう、ちょっと。のりおが若干かわいそうや。確かに、まあそうなんだけども。なぜカーテンを閉めなかった、お前。うん。12万とって。お、まさかの自覚していないパターンか、お前、この野郎。まさかこの二人、このストーリーの終わりには、まさか。いやいや、そんなことになるはずがない。でしょうね。おっと。いい感じの雰囲気が。で、案の定と言うべきか、あの時計しても油断も隙もありやしぬ。どうしましょう、俺。ああ、今度は中二病を操作していくのか。どうしたらいい？覗く？これ。どうしよう。どう逃げばいいんだろう、あと。ブレーカー。なんか持ってたっけ俺。あ、懐中電灯。懐中電灯があれば、ここ見えるんじゃねこれ。見えねえの？いや、使えや、ここで。意味ね。ここで使わずして、いつ使うのか。あれ？ジュンいねえ。どこ行った？どこ行っちゃったんだよ。どうしたらいいんだ俺は。この建物の中で、あ、上か、上行きゃいいか。
あ、おった。毛利君に本田君ではないか。会えてよかったよ。ところでどうかしたのか。いささか険悪な雰囲気だが。いや、なんでもねえさ。それより今ユイが危険で、ちょうど向かおうとしたとこなんだ。なんでもないことはなさそうだが、深追いはしないでおこう。とかく今は一刻も早く、朝倉のもとへ駆けつけるべきだ。あ、そういえばねねさん、そのマントどうしたんだ。な、なんでもありませんわ。中に発症したか、この野郎。何？ああ、朝倉さんか。うわと、なんだ？幻覚かよ。ビビるわ、ほんまに。ここは、っていうか落とされたんだ、確か。エイリン？え？いつからエイリンって呼んでたん？うっつー、これは死んだやろ、これは。え？どうすんの？え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 ？どうすんのこれ。そんなこと言ってる間にちょっと回避しようとかいう行動を。あ。なんだ、なんだこれは。お、なんという展開だこれは。じゅんじゅん、じゅんじゅん、ま、え？なんだこいつも、ある意味中二病じゃないのかこいつも。なんと中二病が二人もいるぞ、このメンバーの中に。なんかかっけえな、こいつ主人公でいいよ。何？戦闘？戦闘ですか？うわ、中二病や。発症した。うわー、うわ、エターナル、なんとかブリザードより、ちょっとひどいんじゃね、これ。聞いてんのか、これ。あ、逃げた。大丈夫かな、じゅんじゅん。なんかもう、なんやろな、なんだろう、この空気。うん。てか、あのピエロ強すぎやろ、あんだけ切っても効かんとか。あー、というか、この文章読むの忘れてたけど、読んだ方がいいんかな？なんかめんどくさくなってきたんだけど。うわ、くそ。このリア充どもめ。む、そうか。大丈夫か？ゆい、大丈夫か？うん、じゅんじゅんが守ってくれたから。そうだったのか？じゅん、すまねえな。で、ものすげえ傷じゃねえか。この程度の傷、この程度の傷など何でもない。そうか、ならいいんだわ。とにかく恩に切るぜ。エリコ。が？え？どうなんのこれ。あ、とりあえず全員集まったんか。エイリン。エイリン、エイリン。てん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 。あー、一応謝るんや。やんでれはやんでれで、それはそれで、なんかね、そういうのが好きな方もいらっしゃるからね。うん、俺とか俺とか俺とか。
えってエイリンはこれまでみたいに私の親友でいてくれるだけでいいんだから。なんとも言い難い雰囲気やなこれもうこれでもうエンドでよくない、これもうこの辺で下にカンって字出してよくないかな。で、どうすんのこれ。もう終わりかなこれ。このまま脱出して、もう終わりかな。というか、玄関の鍵ってそもそもどうなってたんやろ。ピエロ人形。何ですかね、ピエロ人形って。剣。なるほどね。三種の神器。ということは、あと二つ。長い棒でしょ。違うのかい。ピエロ人形？違う。ということです。とりあえず全員集合したから、全員が持ってたアイテムが集まったわけですけど。さーて。どうしようかな。マイナスドライバーが、あ、トング、トング、トング、何使うんだトング。あ、パスワードか。なん、どこにパスがあったっけ、わかんねえ。3文字のパス、わかんねえな。こっちではないか。これはトングとか違うか。長い棒。プラスドライバー。とりあえず なんか使う。ピエロ人形。違うんかよ。わからんぞ。というかもう別館に用がないんかな。いや、あるよな。そら、鍵かかってる部屋あるし。ここは開かねえのか。どこも鍵ばっかやな。どうしようかな。あれ？ん？もしかし、あ、出ちゃった。どうなの？あの3文字のやつを、これ137打つとか？いやいやいや、そんなはずはない。137、あれ137ってどっか使ったっけ。あれ一回も使ってない。いや使ったよね137。開いちゃったよ。なんじゃそれ。あーセーブセーブ。これだ、なんやろこれ。食堂かな。またかよ。なにこれ、椅子の向きかな、また、今度は。めんどくせえ。何、右向いてるやつは何個あるとか数えよ。1、2、3、4。4です。はい。で、残ってるよね。オッケー。下向いてるやつか。こっち向いてる。これ上か。あ、この黒いやつか。かな、あれ逆かな、あれあれ、ちょっと待って。あれあれ、ちょっと待って。どういうことや。この椅子はどっち向いてんのこれ。あれ、どういうことやろ。この黒いのは向こう側向いてるよね。
え、じゃあこの白いのは？わかんねえな。1、2、3、3個？違う。違うやろ。え？この白いのは、あるよね。この真っ白のやつか。じゃあこっち見ての1かな？あ、2か。OK。2と。で、上向いているのが、1、2、3、4。で、白いのが、1、2、3、3個かな？ OK。めんどくさいな、これ。で、左向いているやつか。1、2、3、4、5。OK。 なになになに？まさか、電気が消えるとか、そういうふざけた展開じゃないよな。嘘やろ？マジで。めんどくさいなぁ。ということは、懐中電灯を使って、また暗い中やるしかないんか。で、これ、これフラグやろ、完全に。これ。あ、そっちか。その、フラグ。クズの極みて。ひでえな。マント貸してくれたのに。ライターか。おっと、フラグか。これでどうやってピエロとかから逃げたらいいんやろ。フラス。嫌な予感しかしねえ。え？ちょっと待って。鳴ってるよ、音。鳴ってるよ、音、これ。ほい。え？どこにいるの？ちょんで。え？どこ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 ？待て。うわー！つっ！マジで？